私はパニコ、28歳の会社員です。2歳年上の彼、ミナトとはすでに結婚が決まっていて、来月結婚式を挙げる予定。今は離れて暮らしているけれど、入籍後は一緒に暮らすことになっています。今日は式の最終打ち合わせの日。式場近くのカフェで待ち合わせをしていたんだけど、遅い、電話にも出ないし、絶対寝てやがるな。約束の時間になってもミナトは来ないし、電話にも出ないんです。しかもこれ、今回が初めてではありません。毎度毎度遅刻してくるから、式の打ち合わせもほとんど私一人で対応しているんです。約束をしている日は、朝から何度も電話をかけているのに出てくれません。こんなんだから、約束の前日はどちらかの家で過ごそうって提案しても、結婚前はダメだと却下。結局ドタキャンされちゃうことも多くなって、この日港から寝てたと連絡が来たのは打ち合わせが終わってから。港は本当に結婚する気があるのかなって不安しかありません。私の親に会う日でさえ平気で寝坊でキャンセルするもんだから、両親も心配し始めちゃっています。まったく何を考えているのやら。俺は港、婚約者であるパニコからの鬼伝で、せっかくの休日なのにめちゃくちゃ険悪ムード。あ、誰と険悪ムードなのかって、それはアイリターン、機嫌直してよ。マイラバーアイリタントです。ああ、電話は切ってって言ったじゃないの。私は夜型なのよ。寝不足でお肌ボロボロじゃないの。そんなことないよ、アイリタンのお肌はいつももっつるだよ。わがままだけど可愛いアイリタンは電話の音で目覚めたせいで不機嫌モード。ああ、このアイリタンってのは俺の彼女。婚約者がいるのにって思った？だってしょうがないんだよ。アイリにはアイリの良さが、パニコにはパニコの良さがあるんだから。アイリは働いていないし、家事もできないから、妻としては失格だけど、可愛く俺を振り回す小悪魔な魅力がある。パニコは俺よりも収入があるし、家事もやってくれそうで、妻として便利そうっていう魅力があるんだ。ね？それぞれの役割分担があるだろう。奥さんからの電話で起こされるなんて最低すぎ。あ、嫉妬かな。ごめん、でもまだ結婚してないから奥さんじゃないよ。それに結婚しても俺のハートは愛理だけのものだから安心して。ふん、もう知らない。もう機嫌直してよ。そうだ、お詫びに好きなもの買ってあげるよ。本当？何でもいいの？もちろん。はい、ミナト大好き。新しいバッグ買ってもらおうと。式の準備なんてパニコに任せて、俺はアイリタンと楽しい週末を送っているんだ。俺とパニコは離れて暮らしているけれど、来月からは一緒に住むことになっている。結婚したらこんな風にアイリタンと過ごす時間も少なくなるんだろうから、今のうちに楽しまないとな。アイリタンは俺が結婚してもこの関係を続けていきたいって言ってくれているけど、会う頻度は今よりずっと少なくなるはずだ。アイリには癒しを、パニコには生活力をもらえる俺はなんて効率のいい生き方をしているんだって我ながら惚れ惚れするよ。世の中不倫反対派が多くなっているけど、俺に言わせりゃ不倫しないのは容量悪いだけ。要は解消がない男なんだよ、そういうのは。俺ってできる男だよな。こんないい思いができるなんて最高。数日後、最近はドタキャンしてもパニコから連絡が来ることもなく、めちゃくちゃ自由な毎日を送っていた。今日もアイリタンのうちで目が覚めてショッピングにでも連れ出そうかと思っていたんだけど、あれ、まだいたの？俺よりも遅く起きたアイリがそう言ってきた。いるに決まってんじゃん。今日も楽しくショッピングしようよ。え？何言ってんの？お？今日結婚式とか言ってなかった？さすがに自分の式ドタキャンとかやばいでしょ。え？あ、じゃ、マジか。忘れてるとかやば。やってもうたね。笑い事じゃないって。
完全に遅刻確定。それなのにパニコからは電話がかかってきていない。なんでよりによってこんな大事な日に連絡してこないんだよ。まあ焦ってても仕方ない。俺はパニコに電話をかけた。まあパニコのことだからうまくやってくれるだろう。なあパニコ、今日好きだってこと忘れててさ、今起きちまったんだ。悪いけどさ、寝坊したから咲き始めてて。え？ほんとごめん。俺たちの結婚式なのに新郎が遅刻とかやばいよな。でもパニコならこの危機的状況を乗り切ってくれるって信じているんだ。なんだって可愛くて賢い俺の妻なんだからさ。これくらいのサービストークしてりゃ大丈夫だろ。可愛くて賢い妻って、なんであなたに妻呼びされなきゃなんないわけ？え？しかも俺たちの結婚式って、そもそも私あなたと結婚する予定ないけど。え？何言ってんだよ。寝坊した俺への腹いせか？式場だって予約したし、両親や会社の人にも招待状出したじゃないか。何それ、夢でも見たの？え？あなたと結婚なんてしませんから、どうぞゆっくりと夢の中へとお帰りください。え、ちょっと電話は切られてしまった。でもすぐに電話がかかってきたが、パニコからではなく父からで、寝ぼけてないで早く来いと怒鳴られ、大慌てで式場へと向かった。今日は待ちに待った記念すべき日。式場のライトが消えて真っ暗になり、ワクワクが止まりません。さあいよいよ始まるぞってね。いしし、皆さん長らくお待たせしました、という声とともに式場の扉が開きました。あ、すみません、道が渋滞していて遅刻しちゃいました。あ、あれ、入ってきたのは大慌ての港。港は真っ暗な式場に戸惑い、参列者はざわざわし始めました。すみません、主役が遅刻なんてお恥ずかしい限りです、なんてヘラヘラ笑う港にスポットライトがパッと当てられたものの、釣られて笑う人なんていません。それもそのはず、ちょいっと、今日の主役は私たちだよ。あ、港の背後から私の母の声が響きました。おいおい、俺たちの式を邪魔しないでくれよな。え？ついで父の声が聞こえ、スポットライトが港から私の両親に移ると、港は面食らったみたいな声を出しました。だってスポットライトが当たる母はウェディングドレス姿で、父はタキシードを着ているのですから。え？なんでお父さんたちが俺たちの結婚式じゃん。何言ってんだい、この結婚式はパニコが私たちにプレゼントしてくれたんだよ。え？そう、結婚式を挙げていなかった両親のためにプレゼントしたんです。だから今日はとっても記念すべき日ってわけ。でも俺衣装合わせもしたし。サイズが一緒で助かったぜ。衣装まで変更するのは面倒だったからよ。あ？さすがに私がパニコのドレスを着るわけにはいかなかったけど、すぐに着られるドレスがあって助かったよ。な、一体どういう？どういうって、式の1ヶ月前に婚約破棄したんじゃ、式場のキャンセル料もかかるし、スタッフさんたちにも迷惑かけちまうだろ。そこでパニコが婚約破棄したから式場を代わりに使ってって言ってくれたんだよ。私たちはお言葉に甘えて式を挙げさせてもらったってわけさ。破棄？婚約破棄なんてしてません。式場の打ち合わせに寝坊してドタキャン、式の前の食事会にも来ず、ごめんなさいの連絡もなしじゃ、結婚する意思がないと言ってるようなもんじゃないか。それは母の言う通り、私は悪びれずに過ごす彼を見て結婚の意思がないと判断したんです。この1ヶ月遅刻からのドタキャンをされても、私から連絡をしなかったのは様子を見ていただけ、彼のいろんな様子を見るためにね。俺はパニコと婚約破棄するつもりはありません。パニコいるんだろう。港からは暗い式場にいる参列者の顔は把握できないみたい。ほら、俺の大切な娘の名前を気安く呼ぶんじゃねえ。でもでもじゃねえ、
俺たちの式を邪魔するのか見守るのかはっきりしろってんだい。だいたい俺はこんな歳になってこんな格好をするだなんて思っちゃいなかったんだからよ。変に目立ってこっぱずかしくてやってらんねんだぞ。あら、似合ってるわよ。さすが私が惚れた男だよ。あ、そうかい。で、うるせえ。照れてらっしゃる。俺はパニコさんを愛してるんです。寝坊して約束を破ったことは本当に悪かったと思います。パニコさんの優しさに甘えていました。でも俺は愛するパニコさんを手放したくはありません。俺はパニコさんと結婚するために駆けつけてきたんです。パニコ、出てきてだらしない俺を叱ってくれ。そして俺たちの結婚式を返してもらおうじゃないか。ミナト、こんなに熱意のこもった彼を見るのは初めて。おい待って、お父さん。私は彼の気持ちを汲んで立ち上がりました。パニコ、さっきの言葉は本気？ああ、本気だとも。だから俺と皆まで言うでない。あなたの気持ちはよく分かったわ。本気だってことが。私は司会者のマイクを奪い取り、スッと呼吸をして一気にまくし立てました。だったら言わせてもらうわね。あんたみたいに時間にも女にもだらしない男はまっぴらごめんだわ。え？結婚式前に他の女の家に入り浸るような男だってことが結婚する前に分かってよかったわ。つい数時間前まで他の女に愛を囁いていた男が人の両親の結婚式を邪魔してまで愛を叫ぶなんて神経ずぶとすぎ。もう呆れ通り越して笑っちゃうから。え、何って？あれ、バレてないとでも思った？大切な約束をドタキャンするわ、連絡もなかなか取れないわで怪しさしかなかったらそりゃ探るよね。で、女の家に入り浸ってるのが分かっちゃってんのよね。そりゃ婚約破棄決意しちゃうよね。1ヶ月、ただ泳がせていたと思ったら大間違い。ちゃんと探りを入れて浮気の証拠も掴んでいるんです。だらしない俺を叱ってくれって懇願されたから仕方なく叱ってあげたのよ。お礼くらい言ったら？俺は他に女なんて。いるよな。え？暗闇の中で男性の声が聞こえると、スポットライトはその男性を照らしました。課長、なんで課長がここに？結婚式の招待状をくれたのは君だろう。ちなみにいるのは俺だけじゃないと課長が言った瞬間、会場は明るくなり、港の職場の人や友人たちの怒りに満ちた顔が確認できました。な、みんな、なんでいるんだよ。そりゃいるでしょう。またまた、あんたの結婚式だったんだから。私の関係者には式の取りやめを伝えられたけど、港の招待客までは手が回らなかった。ま、来てもらう気満々だったけど。君のような人が結婚できるってのは不思議だったが、ここに来て婚約破棄したと聞かされて納得だったよ。浮気相手の家に入り浸って婚約者を裏切り、婚約者の収入を当てにして最近は遅刻しまくっているっていうのは周知の事実だったわけだから、婚約破棄されて当然だな。え？なんだい、職場でもだらしないことしてたのかい？そうみたいだね。港、お前ってやつは。父さん？こんな子に育てた覚えはないわ。母さん、お前には結婚する資格なんてない。そんな、俺は息子だろう。息子の味方じゃないのかよ。だいたいこうなるって分かってて早く来いなんて電話してきたのか。なんで電話で勝手に俺が婚約破棄されたって教えてくれなかったんだよ。教えるわけないだろ。職場や婚約者に迷惑をかけやがって。お前なんて感動だ。そんな。こっちは首ってことで。首？こっちは婚約破棄プラス慰謝料支払いお願いします。何が何だか分かんねえよ。何がどうなってんだよ。俺は結婚式を挙げに来ただけなのに。そりゃ俺のセリフだい。こんな格好で放置しやがって。俺たちの式をめちゃくちゃにしたんだから、式の費用はお前が持て。そんな、俺にはもう何が何だか分かんないよ。大丈夫、弁護士さんが優しく教えてくれるはずだから安心して。いしし、なあ、もうやめてくれ。港は混乱したように
式場から逃げ出しちゃいました。後日弁護士さんから優しく説明してもらった結果、港と浮気相手に慰謝料を請求、式の費用も全額支払ってもらうことができました。浮気相手には遠距離中だった別の本命がいたようなのですが、今回のことで本命とも港とも別れることになったみたいです。仕事もクビになり、親からも縁を切られた港は慌てて職探しをしたようですが、なかなかうまくいってないとのこと。今は浮気して何もかも失った、浮気なんてするもんじゃないと毎日嘆いているらしく、港の元友人たちは自業自得と笑っているとか。そうそう、あの後ちゃんと式は行ったんですよ。それではケーキ入刀。恥ずかしいぜ、ここまでするなんて聞いてないぞ。いいじゃないか、記念だよ記念。タキシード姿のお父さんもいいんじゃないかい。けっ、母ちゃんのドレスも似合ってない。おやま、嬉しいね。まあまあ、お熱い。結婚式を譲って正解だったわね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。